朝鮮人民軍海軍は、朝鮮民主主義人民共和国の軍事組織である、朝鮮人民軍が保有する海軍である。1946年に創設された海外警備隊を前身とする。朝鮮人民軍の海上戦力を担う組織であるが、陸海空産軍の中では、最も小規模である。小型の小海艇や魚雷艇及び、 潜水艦を主力とし、特殊部隊浸透用のホバークラフトも保有している。総艦定数は2013年時点で約650隻、計10.3万トンと推定され、潜水艦は特殊部隊浸透用の小型艇も含め90隻以上とされる。経済活動の停滞もあり、燃料不足から海洋での活動はかなり低調である。また、 官邸の更新は進まず機材は旧式化しており、2013年10月には、複数の官邸が演習中に沈没して、十数名が殉職したことが報じられた。中文津沖海戦において、北朝鮮側主張によれば、ボルチモア級一隻を撃沈した第21号魚雷艇朝鮮、人民軍海軍は、1946年6月に、 航海水上警備隊が創設されたのが始まりである。続けて、西海水上警備隊がまず、公海道と平安南道地域に、それから平安北道地域に組織された。7から8月、東海水上警備隊が創設された。1946年9月頃、水上保安隊に解消。水上保安隊霊下に水上保安主体が置かれ。 東海水上保安隊には7個、公海水上保安隊には8個の水上保安主体があった。1947年4月、水上保安隊から水上保安大隊に昇格。初期の指揮官で隊長と大隊長の3人が朝鮮義勇軍出身、1人は高麗人であった。朝鮮義勇軍出身者は海洋勤務の経験はなかったが、 中国の軍艦学校を卒業していたので、団員を養成して、部隊を指揮することができる基本的な軍事知識と素養を備えていた。1947年7月8日、元山に水上保安官部学校を創設した。1948年2月8日、朝鮮人民軍の発足とともに、水上保安官部学校は、清津に移転し、海軍軍艦学校に発展した。 海軍軍艦学校の初代校長には、キムグアンヨン少将、副校長には、金本武宗介、政治副校長には、超製鉄宗介がついた。海軍軍艦学校内に設立された技術訓練所は1949年9月に、帰省250名、1950年5月に規制750名を、排出した。1949年8月20日、 海岸警備隊は内務省から民族保衛局の管轄に変更され、8月28日、最初の魚雷艇隊を創設することにより、正式に海軍として発足した。以後、艇隊編成に注力し、清津に第一栄樹司令部、元山に第二栄樹司令部、陳南浦に第三栄樹司令部が置かれた。 重要な役割を果たしていた第二英寿司令部は4個の帝隊と海岸砲兵連隊及び2個の陸戦隊で編成されていた。朝鮮戦争開戦時の海軍総司令官は、半数武中将、参謀長は、金本武装助だった。朝鮮戦争中はほとんど本格的な開戦は正規しなかったが、1950年7月2日、 未明に行われた注文通機海戦はその数少ない例である。注文通機を紹介中だったアメリカ海軍ジュノー、イギリス海軍、ジャマイカ及びブラックスワンが小型船を護送中の人民軍海軍第二魚雷艇隊の4隻を発見、砲撃を加えたもので、第二魚雷艇隊は3隻を失ったものの1隻は元山港まで逃走することに成功した。なお、 北朝鮮側はこの海戦で、米ボルチモア90巡洋艦一隻を撃沈した、ものとし、第二魚雷艇隊に、この衣装号を与えている。地勢上、部隊配置は、日本海側と、航海側とに二分されている。東海艦隊の10個戦隊と西海艦隊6個戦隊の、合計16個戦隊とそれら2個艦隊の参加に、置かれる海軍砲兵部隊、地対艦ミサイル部隊、 海兵隊である二個海上狙撃旅団から構成されている。船隊の零下には数個変態があり、ロケット艦変態、魚雷艇変態、戦車砲変態、放射砲変態、高速艇変態、といったようにそれぞれ異なる艦種で構成されている。以下、韓国当局の調査や脱北した元海軍、関係者からの証言で判明した文を記載する。なお、 名称に使用されている東海、西海は韓国、北朝鮮で使用されている日本海と航海の別名である。ありがとうございます。